との過程2023年5月1日この神のしるしはいかに偉大であり不思議な見業はいかに力あることかその御国は永遠の御国であり支配は与々に及ぶダニエル書3章33節このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから感謝しよう 感謝の念を持って恐れを敬いながら神に喜ばれるように仕えていこう。ヘブラジンへの手紙12章28節神様の偉大さということについて聖書はあれこれ教えてくれているわけなんですけれどもしかしその偉大さゆえに私たちがおじけづいてしまったりちょっと神様に距離感を感じてしまったりするということがあると思います。 でもそれはもしかすると極めて健全な感覚かもしれないなと私は感じています。自分のことを憎なる存在と分かっていればいる,いるほど、自ずと全てを作られた創造主、偉大な神の前に平気で恐れることなく、何というか出ていくことができるというのは、何か特別な取り計らい、取り扱いがなければ、 難しいと考えるのは当然のことのように思うんですよね。そして聖書はまさにイエス様の十字架で成し遂げてくださった祝福のことを教えているわけですけど、私たちを神様に恐れなく近づけさせる道を開いてくださった、それがイエス様の成し遂げてくださった大きな大きな祝福ですよね。 そしてここに御国を受けているという表現がありますけれども、まあ三国の民とされているという意味でしょうかね。まああるいは神の支配の中に置かれているという意味でしょう。だから感謝しつつ、まあでも神様への畏敬の念、礼拝の意識を持って神様に喜ばれる道を歩もうではないかと進めているわけですね。神様ってすごいんだぞと言われれば言われるほど、 何か自分とは無関係な存在になってしまう。そんな思いを私たちは抱きやすいのではないかと思います。まあそれはもちろん事実なんですけれど、でも神様はすごいんだぞということよりも、そのすごいと言われている神様が私たちを愛して、御子をお使わしになり、御子ス様は私たちと目の高さを合わせて語り、 もっと低い位置から私たちを支えようとしてくださっているということに気づけたとき、神様の本当の偉大さがちょっとだけわかるような気がします。そう、偉大な神。でもその偉大な神が本当に低いところに降りてきて、私たちと目の高さを合わせて神の真理を伝えようとしておられる。 そこに何か本当の偉大さと言いますかね、愛の深さというか、それを感じるんですけどね。今日またこの聖書の二つの言葉を何度か読み返しながら、感謝しようっていうけど何を感謝できるんだろうとか、あるいは感謝の念を持つっていうけど私は何を感謝できるだろうとか、そんなことを考える時間が持てるといいですね。良い一日になりますように。